皆さんこんにちは、こんばんは、石井です。今日はですね、コペンのね、車高の調整をしていきたいと思います。車高調がですね、グレッティの PS コンパクトっていうやつが入っています。それではね、車高の調整していきたいと思います。で、使うのはこちら、車高調用のね、こういうレンチが、専用のレンチがあるんで、こういうものを使います。グレッティ用のね、車高調レンチじゃないんですけど、まあ流用で使っていきたいと思います。いつも使っているこちらラスペネを振っていきます。で、車高の調整するときはここだけ緩めて回せば車高の調整ができます。ちょっと振っていきます。で、ブレーキには絶対振らないように注意してください。こんな感じかな。あ、緩んだかな。はい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 、緩めましたね。まあこんな感じで、で緩めて、では今の位置から3ミリね、車高を上げたいと思います。まず今の位置にね、こういう何でもいいんですよ、マジックでも。で、ちょっと私今見つからなかったんで、こういうもので、はい、印をつけてあげて、でここから3ミリ上げたいと思います。で、どうやって上げるかというと、まあ、知ってる方多いと思うんですけど、まあこのね、本体をねじるだけですね。こういうね、ゴム手袋すれば比較的回しやすいかと思います。じゃあ回していきます。こっちですね、車体の後ろ側に回していきます。お、優秀、回っ、ちゃんと回ってくれる。今でてか3センチってめっちゃやな。これね、最初つけたところで、ね、これだけ高くなってます。で、今測ると、今で 1.1 センチぐらいですね。今で1.8 とかですかね。 2.5 とかにしようかな。今までちょうど 2.5 ぐらいかな。うん、 2.5 ぐらいになりました。3センチって言ってたんですけど、ちょっと 2.5 センチで様子見ようと思います。で、これを下に下げてきてですね、はい、あとはね、さっきと逆の手順でこれをね締めれば OK です。そんな締めなくていいみたいですね、ここ。いや、取れないのようには締めないといけないですけど、ガッチガチにしたら次取れなくなるんで。で、1回2回3回4回こんなもんでね、全然緩まないんで、はい。じゃあこれと同じことをね、反対側の車高調
もやって終了です。簡単な動画やったんですけど、まあ車高の調整はね、こういう感じにやったらね、このバネのストロークとか変わってないんで、柔らかさはから変わらずに、まあ車高を上げれるということで、それでは最後までご視聴ありがとうございました。またね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもね、どしどしお待ちしております。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。